メルセデス・ベンツ E クラスメルセデス・ベンツ W212 メルセデス・ベンツ C207A207 カブリオレメルセデス・ベンツ C207A207 はドイツ・アメリカの自動車メーカーダイムラー・クライスラー社が生産し同社がメルセデス・ベンツブランドで展開している4代目 E クラスクーペ及びカブリオレであるクーペは2009年7月に カブリオレは2010年4月に仙台である2代目 CLK クラスに代わり登場した。C207、A207 は C クラスのプラットフォームをベースにしている。仙台と比較し全長は 45mm、全幅は 45mm 増え、全高は 20mm 減った。価格は688.1から969.3万円。標準装備オプション装備。 メルセデスベンツ E クラスの2ドアクーペ、発売。2011年7月28日閲覧。メルセデス E クラスにエコな1.8リッターモデルが登場。2011年7月28日閲覧。メルセデス E クラスカブリオレを発売。2011年7月28日閲覧。E350 クーペ、カブリオレに、新エンジン。 2011年7月28日閲覧。メルセデス E クラスクーペ一部改良で燃費向上2011年11月2日閲覧。メルセデスベンツ新型 E クラスクーペカブリオレを発売。2013年8月5日閲覧。E250 クープリミテッドを限定発売メルセデスベンツ日本株式。 会社プレスリリース2014年2月5日 E クラスの装備内容を充実メルセデスベンツ日本株式会社プレスリリース2014年6月3日 E クラスのモデルラインアップを変更メルセデスベンツ日本株式会社プレスリリース2015年1月15日ありがとうございます